紀北町の長島港で開催されている年末紀伊長島港市は2006年に始まった人気イベントです。去年は新型コロナウイルスの影響で中止になり、今年は2年ぶりの開催となります。伊勢エビやサバなどが割安で購入でき、年末年始の食材を求める多くの人でにぎわっていました。楽しみにしてきました。どうですか、さっきはいっぱい取りますか。まあこんなもんかな。なんかこれでみんなが明るくなればと思いますけど。このイベントは30日まで開かれています。